はい、皆様おはこんばんにちは、バットです。今日は6月25日土曜日朝10時の20分ぐらいですかね。雨上がりの春日はですね、ぼっちキャンプ、先日ね娘にぼっちキャンプって言われたんでね、ぼっちキャンプになりましたよぼっちキャンプですね。なんかね晴れるっていう予報ではあったんですけど、どうも曇りみたいですね。暑かったら川で泳いでやろうかなんて思ってたんですけどね、ちょっと水の量多いのと濁ってるんでね、ちょっとそれは無理かなと思いますし、今のところね日は照ってないんで暑くないんでね、今日もぼちぼちっと久しぶりになんかね一人、でも一人の春日もあったけどね。で今回はいつも右手奥の方で張ってたんですけどね、今日はちょっとこの桜並木のある方にね来ました。今のところ人はあんまりないですね。はい、今回は、まあ、いつもの組み合わせですね。ピックアップですと、モンベルのタープで、これでねちょっとねポールを折っちゃったでしょ。折れたポールをねちょっと利用して、まあ、真ん中1本抜いただけなんですね。短いポールが2本できたんで、ちょっとねこっち側上げるにはちょうどいいものになりましたね。前無理くりやってましたけどね、こんな感じで入りました。とりあえず飲みます。毎回飲みすぎるんでね朝から飲んでると大変なことになるんですけど、まあねそれが楽しみで来てるんでね、とりあえず飲みますよ。まあ昼寝なんぞもしながらねぼちぼちと今日もやっていきたいと思います。じゃあ乾杯。ああいいね。ああ、この胃にしみるね。素晴らしい素晴らしい。香取線香台、そうめんを食べます。そうめん茹でる前に缶詰茹でます。茹でますけど温めます。2玉ですね。おいで、さっき温めといた稲葉のトムヤムチキン、さらに鶏そぼろバジルも入れちゃいます。いやすごいな、タイカレー風。台風そうめんみたいな。いただきます。結構これ久しぶりに食べたけど、あのトムヤムチキンのカレーじゃないね。おいしい。これ好きな人は絶対そうめん合いますよ。うん、稲葉のシリーズ好きな人は。ね、四つ葉のクローバーなんてのをね探してるけど、前来た時はねすぐ見つかったんだよね。だけど今日はなかなかですね。まあ見つけたところでね、いいことなんてないんですけどね。雨は相変わらずですね。今5時過ぎぐらいです。さっきまで春日でねよく
お会いして僕の動画を見ていただいてるキャンパさんと30分ぐらいかなお話ししてたんですけどね、雨がね全然止まない、まあ腹も減ったというかね、減ってはないけど、まあ夜の準備をねぼちぼちしようかなと思いつつ、飲みつつ、そんな感じですかね。バカの人すごいみたいに。ジンジャーハイボールいただきます。うん、美味しいね。今日はティーチャーズがね家にあったんでティーチャーズ持ってきました。はい、串焼きを仕込みました。ネギ、鶏皮、焼き鳥、餃子、豚のネギマ、ウインナー、鮭、厚揚げかな。そんな感じでぼしぼしとまあね、まだ早いけど、まあちょっとね、ぼしぼしとやっていきたいと思います。それからね、やっぱ鶏皮行きたいね。鶏皮ね、お客さん、鶏皮いかがですか。この焼き育てていく感じ、この間のナゲットじゃないですけどね、そういう感じで時間もたっぷりかかりますしね、ちょうどいい楽しみ方かなと思いますね。熱い鶏皮いきます。おいしいね。あのね、本当はもうちょっとねカリカリに焼きたいんですけど、でもこのふにゃふにゃな感じもいいですね。そして豚ネギ、うんうんうん、カニさんに切ってみたんですけどね、うん、なんかいまいちでした。うん、でも味は美味しいね。なんでこんな チープなウインナーが美味しいんだろう。回転しないこの山の中に入れて止めよう、固定しよう。いやー雨は降ってるけど、まあ濡れはしないんでね大丈夫ですし、もうだんだん酔っ払ってきてね、もうちま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 、まあまったりとね焼き鳥を焼くなんていいじゃないですか。もう今日も早く寝ちゃうんだろうな。雨が止めばね焚き火したいんですけどね、ちょっとどうなのかな、わかんないけど、うん、まあ様子見ながら、まあ夜は長いんでね
す。うん、あ、皮がねカリカリすぎるほどカリカリ。これはこれであのフライパンで焼く餃子とは違う。テント内に来たんですけど眠くてね、もう8時9時前なんですけど、もう眠くて一旦寝ます。今10時半、10時半ね。どうだろう、1時間半ぐらいちょっと寝まして、テントの中で寝てまして、で彼女にちょっと電話で起こしてもらいましたね。で起きたらね、雨が止んでまして、焚き火をしてるというね、そういう次第でございます。まあ、彼女っていうのは嘘なんですけどねちょっと酔っ払ってるな。一回寝て起きたからちょっと酔いはね覚めてるんだけど、なんかね風がない。春日もなかなか久しぶりな感じがしていいですね。前回来た時はポール3本折られたぐらいの強風だったんで、どうかなと思ったんですけどね、今日は本当に穏やかなね、雨が上がったんでね、本当良かったかなと思います。焚き火もねできていい感じですね。非常にいい感じです。ものすごくファイヤーになってきてますね。いい感じでファイヤーですよいいね燃えてきたよ。今ね1時ですね。久しぶりに酔っ払ってますけど、酔いつぶれることなく1時ぐらいまで起きてたような気がしますね。起きててもね、もうベロベロで記憶がないっていうのがここ最近だったんですけど、どうでしょうか、明日記憶あるかな、わかんないけど、まあね、そんな感じで程よく酔っ払ってますね。空の焼きナゲットみたいなね、空の焼きナゲットみたいな。でももう寝ますよ、これ食べたらもう寝ます。そしてもうお酒をね、もうビールはまだあるんですけど、ウイスキーもねこれくらいになってきたので、これ飲んじゃうかな、飲んだら終わりかなって思ってます。はい、8時過ぎかな、晴れまして、いやもうねどんどん周りがね埋まってきちゃいそうな雰囲気なので、多分喋れなくなるんでね、締めはこの辺にしときます。まあ恒例かな、池田温泉入ってタコ中さんのたこ焼きを食べて帰ろうかなと思っております。それではまた、バイバイ。今日は何食べようかな、練りごまソース。